どうもメンディーです。今回のムーブオンは、私がとても気に入っている公園、そしてそのすぐそばにある歴史的な建築物を今回特別に紹介したいと思います。ここはですね、乙女山公園、私がね気に入ってわざわざ足を運んで散歩するくらい、大好きな公園なんですけども、住宅街の中にあるね、まあ、元々は貴族の方たちが漁をする場所だったんですけれども、そこをね公園にしたという。ああゴールデンだ。ああおはようございます。やっぱ元気だ。おじいちゃんだけど、散歩の時だけね、もう、あともう寝てばっかり。あ、もう何歳になるんですか。13、もう14に、うん、すごい長い。じゃあレトリバーじゃ長生きだ。うん、頑張ってます。まだまだ頑張ってます。あ、すごいな。ね、お嬢さん何歳で。こちらの方はね、うん、7歳。7歳、うん、7歳。すみません、散歩邪魔しちゃって。いいえ、こちらこそ。どうも。まだ葉っぱ取ってた。じゃあどうも。私ねゴールデンレトリーバー大好きなんです。ワンちゃんで一番好き。かわいいな。しかも女の子のレトリーバーが大好きなので、もうねなんかかわいくて興奮してます、朝から。そう、朝の公園はいいね。こう散歩している方と気さくな話ができて。そう、ちょっと反対側行ってみましょうか。そう、この道路を挟んでこちら側がね、あーそっか、もうこんな季節ですよ。風情ありますね。ススキ、お団子が食べたくなる。もうちょっと時期は過ぎてしまったけど、あーそう、こっちの森に入ってきますよ。素敵でしょ。こういう池や森が、私は作品を作るときに最終的に、まあ、曲も詞もまとめる作業は自宅でするんですけども、断片を作ったり、アイディアを、そうね、積みに行く場所は結構家の外が多くて、この公園で積んできたフレーズなんかも結構あったりします。やっぱりね、自然の中に響くこういう水のせせらぎだったりとか、鳥のさえずりだったりとか、そういうなんか自然の音がこう自分の中にある何かをこう呼び覚ましてくれるというか、紡いでくれるというか、その中にいるからこう本当にニュートラルに常に曲が書けるんじゃないかなと思ってます。
今回特別にじゃあ私が曲の、原型を書いたことのあるスポットにお連れしたいと思います。いや、ここですね。ここで一人雑誌を読んだり本を漁ったり音楽聴いたりしながらね、曲を書いたりしてました。ここで、おはよう猫ちゃん。人慣れしちゃってるもんでね。今日はね、曇りだからちょっと絵がとても暗いんですけども、夕方になると西日がね、木漏れ日になって、なんかこう天然のバリライトみたいな感じでね、とても雰囲気がある場所なんですよね、ここは。でフェンスの向こうをちょっと見渡すと、ビルが向こうに立っていたりとかという、そういうなんとも、まあ不思議なシチュエーションの場所なんですけど、都心にいるとは思えないようなちょっとしたスポット。今日もなんか撮影中なのに曲を書きたくなってきちゃうような、浮かんでくるような、そういう、そうね、穴場でございます。さて、実はこの乙女山公園のすぐ近くにね、結構歴史的な建築物があるんですよ。歩いてすぐなので行ってみましょう。さよなら乙女山公園。乙女山公園のすぐ横にこういうね、階段がございまして、いいよね。また登り切った先に何が見えるのかっていうのを、初めてこういう階段を発見した時に登り切るのが楽しみになるの、何が見えるのか。そう、登り切ると見えてきました、白い建物、この塀。ああ、実は私がさっき話していた、歴史的な建築物というのがこちらです。現在は、日立クラブと言われていて、日立製作所の所有物になるんですけれども、実はここは以前、学習院の高等部の男子寮だったんですね。昭和3年にこちらは建てられた建物で、とても歴史的な貴重な昭和初期の建築物です。現在の天皇陛下、今上天皇陛下がまだ皇太子時代、ここの寮に住まわれて
高校生活を送られていたということでも実は有名な場所です。こう建物の役割が変わってもそのものがまだ残されているから、なんだか当時の男子学生の楽しそうな笑い声や、廊下を駆けていくような音が今にも聞こえてくるような、そんな気がしてなりません。今回は私のとても気に入っている乙女山公園とそして日立クラブを皆様に紹介させていただきました。秋といえば食欲の秋、読書の秋、そして散歩の秋、五感をフルに刺激してゆっくりと過ごすことができる素敵な季節、ようやく秋も本番に差し掛かろうというそんなところでしょうか。皆さんもぜひ、これを機会に、普段何の気なしに散歩しているルートを改めてニュートラルに、五感をフルに刺激しながら歩いてみるときっとまた新しい発見があるんじゃないかななんて私は思います。皆様にとって今年の秋がとても素晴らしい秋となりますように。それではメンディーでした。席が空いてても一月先には大人になれ隣の席が埋まる頃